ゴーカーチャンネル。ついにポラリスのスリングショットですね、スリーホイラー、この車を公道試乗することになりました。フロントのウィンドシールドがないもんですから、ヘルメットをかぶりました。でこれで実際に今からスタートしてみたいと思います。エンジンをかけます。はい、という感じで、では早速行ってみたいと思います。 2.4 リッターの GM のガソリンエンジンを搭載している車です。で、まあ、クラッチミート自体はですね、そんなに、問題なくというか難しくないです。最初担当の方に言わせれば少し、クラッチが、クラッチミート部分が手前の方にあるよというふうな話でしたけれども、それほど問題なく、私はスタートすることができました。で今このヘルメットの、私まあメガネかけてるもんですから、この前の目の部分は開けてい、くことにします。まあ、行動といっても、それほど速度の出るようなところではないもんですから、まあ、これで、行ってみたいと思います。初めての行動です。で、これはもう左ハンドルしかございませんので、この左ハンドルで、行きます。で、こう乗ってみ、最初こう、すごい変わった車なので、乗り始めた時はなんか、乗るの大丈夫かなと、ちょっと怖いなと思ってたんですが、実際に乗り始めてみると、そんなに、問題はないというか、普通の車と同じような乗り方ができます。今、流れのあるところへ入ってきますけれども、速度にして今50キロぐらいです。今5速に入れましたけれどもね、全然余裕で、走りますね。ちょっとやっぱり風の受けは結構ありますね。それはまあ仕方がないというか仕方がないんですけれども、まあでも結構、走る、まあ、2.4 リターのエンジンですから、もちろんパワーとトルクは十分あるんですけれども、余裕シャクシャクと、いった感じだと思います。風を、今日はもうとても暖かい気持ちのいい日で、すごく乗っていても気持ちのいいオープン日和なんですが、なかなか走りは楽しくて、いいですね。ただまあヘルメットをつけて、乗るというのに乗り慣れていない分、少し、この頭が重たい感じがするので、それは不思議な感じがしますけれども、まあでもそれほどそんな大きな問題にはならないかなと、思いますね。もちろんヘルメットなしでも法律上は問題ないんですが、ヘルメットをかぶって、走った方が、安全であるというふうに言われておりますので、今のところ私はヘルメットをかぶって乗っています。今速度にして60キロぐらいですが、全然気持ちよく乗ることができますね。運転自体もそれほど難しいものではないですので、安心して、乗ることができると思います。まあ、ただ幅が1900あるもんですから、少しその幅の、印象が広いかなと思ったんですが、まあ、それもそんなには問題ないような印象があります。ギアチェンジもこのマニュアルのスパッとこう入る印象が気持ちよくて、なかなか、ギアチェンジも楽しいですね。今2速に入れています。ちょっとエンジンを回してみます。加速的にやっぱり軽いだけあって、この車すごいですね。すごく瞬発力のいいと言いましょうかね、そういう印象があります。まあ、そのオートマ、トランスミッション自体は5速で、まあ、今6速が、多い中でですね、とってもこの5速だとちょっと物足りないかなというふうに思えるところは最初あったんですが、街中で乗る分には全然これで問題がないかなと
というふうに思います。もちろんアイドリングストップなどはついていませんで、普通にこう見た目がすごいもんですから、もっとこう迫力のある音がするのかなと思ったら、それはなくて、もう普通のガソリンエンジンと同じ感じですね。エンジンは 2.4 リッターの自然吸気のエンジンなんですが、最高出力が173馬力です。で、まあ、それに、まあ、この車、乾燥重量としては800キロ以下なんですけれども、もちろん1トンしないエンジンで、そういう、1トン以下の車でですね、170馬力のエンジンですから、もう十分以上の力があるというふうに思っていただいていいと思います。それを一輪で駆動するというんですから、やっぱり随分変わってますよね。乗り味は、まあこういう車で乗り味の話をするのも変なんですけれども、まあやっぱり道路のこのざらつきだとか、路面の凹凸ですね。これはやっぱり、普通に感じます。ただ意外なのが、このシート、見た目にはこのシート結構硬そうに見えるんですけれども、このシートがそんなに硬くなくてですね、ソフトなスポンジが結構入っているようで、そのフィーリングは決して悪くありません。もっとこのシートなんか印象がもう一つかなと思ってたんですが、乗ってみるとこのシートの印象は決して悪いものではありません。見た目よりはずっと乗り心地がいいシートというふうに思っていただいていいと思います。なかなかね、楽しい車ですよ。本当に走っていて、いいなというふうに思える車です。今加速で、加速というか発進の時にあんまりアクセルを踏まずにクラッチだけで行こうかなと思ったんですけど、ちょっとそれは危ないですね。演出しそうな感じしますから、やっぱ少しそういったアクセルを踏まずにっていうことはやらない方がいいかもしれません。エンストする恐れがあります。いや、こういう爽快感を得る車はケータハム以来ですね。ケータハムの7160はかなり爽快な車でしたけれども、この車も相当、爽快な走りを楽しめる、車だと思います。このスリングショットっていう車は、まあ、今回そのもう本当数台の限定で販売するっていうことになってですね、まあ、味わえる方がもう非常に少ない中ですよね。で、私も本当にこう貴重な経験を今回させてもらって、大変ありがたいんですけれども、やっぱりそのモーターサイクル、バイクが好きという方がですね、バイクのその魅力に惚れる理由がこれに乗るとなんとなく分かりますね。私はもう二輪は怖いので自分で乗る勇気はないんですが、この三輪だったらばその恐怖感っていうのはそれほどないですし、まあそういったところからしても今までなかった乗り物としてですね、一つ運転が楽しいと思えるものなのではないかなというふうに思います。まあ、先ほども申し上げましたけれども、今まで私もケータハムの7160というのを、もうこのゴーカーチャンネルがですね始まったぐらいの時に、乗りまして、まあ、あの時はもうすごい寒い日で、これはこれで大変だなと思ったことがありましたけれども、そのケータハムの爽快感と同じようなですね、感じ、まあ、同じどころかこの車の場合はフロントのウィンドシールドがないもんですから、より風を感じることができるので、もっとモーターサイクルに近い印象で乗れるかなというふうに思います。で、こういいのはですね、
こういうふうにもう本当に街中のターンスピードで乗っているだけでも風を感じることができるので、とってもこう乗っていて気持ちがいいんですね。